こんばんは、スーパーハイレグ女子のアマツイチャーです。はい、このチャンネルでは毎日私の好きな作品を紹介しています。今週は、言い間違い、認識間違い、記憶喪失いっぱいありますので、コメントで訂正や補足といただけるとすごく嬉しいです。よろしくお願いします。ということでね、今週はアニメ映画を紹介しようと思いまして、でやっぱりね、ここは多分日本一有名なんじゃないかと思う教室、今週はアニメ映画を、紹介していきます。はい、今日紹介する作品は君の名はという作品です。私の個人的な感じかもしれないですけど、世界で一番有名なアニメなんじゃないかなって思う作品ですね。もう内容としましては、このイレカミツバちゃんっていうキャラクターヒロインと、タキ君っていう、どっちが、主人、タキ君っていう主人公とミツバちゃんっていうヒロインがいまして、そのね、2人の入れ替わりから始まります。で、入れ替わってるぞってなって、なんとなく最初は過ごすんだけど入れ替わってるってなって、でそれ携帯とかにね、メモしといて、でもなんか先輩にいいことしたりさ、なんかね、お互いにお互いの生活をよくしようと思ったり、おっぱい揉んでみたりねっていう感じの作品で、で最初はそんな感じなんですけども、である時に3年ラグがあったんですよ、実はってなるんですね。3年実はラグがあって、でミツバとところに行ってみるんですね、タキ君が行ってみて、でそしたらその町が全部消滅していて、でそれをどうにかしようみたいになって、で、どうにかしようってなって、でなんかその前になんかあのミツバちゃんはミコなんで、でなんかお酒みたいのを作ってて、で口から出した酒を、お酒を作ってなんか言い方悪いな作ってて、それ飲んで、でなんかまた入れ替わったんだよね。また入れ替わって、でそのもう爆発するみたいな時のミツバになって、で世界を救う話ですね。でその街自体を救う話なんですけど、その中でね、あのね、なんか放送ジャックしたり変電所爆発したりするんですけど、もうね、私的にはね、変電所はね、入っちゃダメですよ、ダメ絶対ダメってめっちゃ思ってましたね。あのバリ痛いしね、ね、あとね、爆発するって防空電気どうなってんねんみたいなね、あのなんかそんなことばっかり思ってましたね、当時の私は。はい、はい、っていうね、楽しみ方もすごいありで、でまあ世界を救いまして、でお互いに曲はないんですけど、最後はなんか東京で出会いましたみたいなね、あのそうですね、すごいいい、まあ、なんかもう説明下手くそすぎるんですけど、多分大体みんな見たことあると思うんで、まあそんな感じの作品で、まあなんかね、岐阜県がモデルになってるんですけど、岐阜県行ってみたくなる作品ですね。はい、で私の個人的にね、あのめちゃくちゃ面白いっていうか、日本一、世界一有名なんじゃないかって思うぐらいのすごい面白い作品で、あのこの監督のね、新海誠監督の作品は、秒速とか秒速5cmが私的にすごく有名で、 Amazon プライムビデオで無料で見れたんで、ぜひ見てみてください。面白いっていうか、なんかね、景色が綺麗ですよね。はい、とか、琴の葉の庭も面白かったし見れました。はい、星を追う子供も面白いです。はい、なんでぜひね、アマプラでいっぱい見れたんであと天気の子もね、面白かったですね。あの晴れ女のバイトをして世界を、好きな子を作って世界を救わないっていう話でした。で、あとカップヌードルのところがね、無理やり感がすごい良かった。カップヌードル食べようかなみたいな気持ちにさせてくる作品で、すごい面白かったです。君の名を、今日紹介したのは君の名ですね。でも、もう全部面白いんですね。はい、すごい。でもやっぱりね、
秒速とか星の声、雲の向こう、約束の場所とかもね、まあなんだろう、なんかねやっぱり景色とかがすごい、背景とか景色とかがすごく綺麗で、すごいね、そこにね行ってみたくなる、さ行ってみたくなる作品が私的には個人的にはすごく多いのかなって思っています。はい、以上ですはい、まあ見てくださいっていうか、なんだろうね、面白いですよねっていうね配信でした、今日は。はい、この動画最後まで見てくださってありがとうございました。それではまた明日。